自民党の長谷川学参議院議員が北海道の職員らに威圧的な言動を繰り返していたなどとされる問題で自民党の幹部が長谷川議員に厳重注意したことを明らかにしました自民党の長谷川学参議院議員をめぐっては道職員や札幌市職員が東京などへ面談のために出張を繰り返していたほか職員が威圧的な言動を受けていたとされています これを受けて17日、自民党の石井純一参議院、国会対策委員長は、長谷川議員に厳重注意したと明らかにしました。石井純一参院国対委員長、すでに注意はしております。こうした事案が起こらないよう、また他に波及がないのかどうかそうしたことも厳しく、本人を呼んで指摘もしております。 以下はネットユーザーの反応をまとめたものです厳重注意だけで十分な効果は得られるのかなこの人って人遣いも言葉遣いも気性も荒いのがわかるし完全に根本的な人間性が関係しているのではないかと思うこれまでの機内問題パワハラ問題すべてにおいて共通して荒さが目立つ本当に国会議員に注目が集まる内容がこんなもの ばかりだなんて本当に情けない限りだそして党の処分に任せきりじゃなくて議員本人ももう一度しっかりすべての経緯をさらけ出して頭を下げるべきだと思うそしてもう一度しっかり衆参与野党すべての議員の身辺調査を行い議員の蘇生を明らかにすべきここまでパワハラ根性が染みついてたらおそらく注意程度では 変わらないだろうし、下手すると陰湿なやり方で、報復行為をしかねない。今までのこの件に対する、何も理解していない弁明を見る限り、この男は信用できないし、人と関わる仕事をさせてはいけない。何も解決していない。同民です。和田義明、橋本聖子、高橋晴美、堀井学、長谷川学の自民党議員は即刻、辞職してください。 党がまともに処分できないのなら、私たち有権者が判断します。辞めた上で反省をして、まだ国民のために働きたいと思ったら、次回の選挙で有権者の審判を受けてください。これがまっとうなやり方だと思いますよ。ただ、比例議員がいるので、辞めたところで繰り上がりで、また自民党議員が入ってくるのが尺ですけど、現状を続けさせるよりはマシだと思うしかない。 長谷川すらまともに処分できない自民党には本当に失望する。絶対に表現方法ではなく人間性が問題だ。その人間を今まで公認し、まともに処罰もできない自民党は同じような人間性の集まる党だと思えてきた。表現方法しか考えない長谷川の本質は絶対に変わらないし、証言した職員に陰出な仕返しをすると思う。 むしろ今後は職員に対して証拠を残さない陰湿なパワハラが増えると思う自民党はそれすら分かっていない他の政党に期待できなくても自民党には絶対に票を入れたくないという気持ちが強くなる裏金問題も長谷川のパワハラカスハラ問題も身内に甘すぎる態度には本当に軽蔑する正直自民党議員だけで嫌な気分になってくる パワハラ体質というのはその人間に染みついたものだから厳重注意ぐらいじゃ治らないでしょうこの手の人間は権力に執着するので党幹事長か参院議員会長あたりが今度問題を起こしたら次の選挙では候補者を差し替えるぐらいのことを言えば効き目があるかもここまで問題になって吉さんの件も借り周りにも迷惑をかけている人なのに厳重注意ですか 裏金もそうだけど、自民との考える常識と、一般の常識とかけ離れすぎている気がします。一般社会なら一発アウトで、懲戒解雇ですよ。何ら罰もなく、こいつがあと数年もの間議員を辞めないのが一番納得が、いかない。野党は厳しい追及をすべき。 HG は表現方法が間違っていたから改めるとわけのわからない謝罪をしている彼の言動からは誠実な反省と謝罪は認められない考え方が自己中心的で今後も同じような過ちを繰り返すようでならない多くの国民もそのように感じているこの年齢の人生経験積んできてる男にましてや議員の地位に食してるのにこれだけ いろんな事実が出てくる人間に口頭注意ごときで考えを改めるとか改心するとでも思ってるんかとにかく議員特に国会議員に対する対応処分が世間一般と比べ物にならないくらい甘い法律に対しても感覚に対してもだから同じような議員の輩が出てくる自分自身を律することもできないやつに法律作られる 国民はたまったもんじゃない。裏金、脱税しても、議員やからで、世間一般の罰則と比較になれへんで済ませれる。まあ、そんなやからを議員にしてるのは国民やから文句言うて、行く先がないわな。厳重注意ではなく、離党勧告でしょう。こんな甘いことをするから増長する、名ばかり国会議員がうろつくのである。この手合いが反省したり、 態度を変えるはずがない。北海道庁はどんな形で仕返しされるかと不安な面もあるだろうよ。政治資金横領、脱税などの脱法行為を行った自民党国会議員のうち500万円以下の議員に月500万円を少額との理由で軽い処分にした岸田が率いる自民党は真まで腐り切っている。自民党国会議員には北海道のみならず、 全国には脱法行為を行った議員反日カルト旧統一教会に取り込まれた議員不倫セクハラパワハラ等の不証ことまみれの議員だらけだ日本の政治を浄化するには彼ら彼女らを選挙を通じて政界から放逐することが急務だ長谷川議員がこの問題で自分のどこが悪いか理解して改善する気がないなら同じことをまたやる 反省より先に、自己擁護を先にやって、自分語りをずっとやるような長谷川議員が注意を受けた、ぐらいで、自分の行いの悪さに気づくとは、到底思えない。国会議員になって、周りの役人がペコペコしてるから自分が偉くなった、気でいるんでしょうね。小物にありがちで、おそらくは、自分より年長者にも同活していたと思われます。 相手が誰である敬やまう気持ちが持てない人は、議員バッジをつけてはいけないと思います。長谷川氏のやったことは、パワハラではなく、威力業務妨害罪のレベルではないか。何せ自分の肩書きや立場を利用して、自分には人事権のない同調の担当職員を高圧的かつ、威圧的な言動で交代さた明けだからな。 一般人が同じことをしたら書類送検されても文句を言えないのに自民党の認識は甘すぎて話にならない議員という輩たちは上から目線で国民を見ているだけの高顔無知な輩が多い企業なら降格給与減額出勤停止解雇などの規定があるが厳重注意なんて注意してねで終わりだろうこの議員の根性は変わらによ次回 選挙で落選させたらいいだけだが、地元有権者の知性を信じるしかない。ある議員が、吉幾三さんの反論として言っていました。一つ目は、正確な情報を伝えているか、二つ目は、不都合な情報をしっかりと開示しているか、三つ目は、正しい見立てを立てた情報発信となっているかの三点。毎回、ごまかしをしていませんかね